こっちこっち。ねえねえ、元気にしてた？おい、おうでごわす。ビンさんとさんにデアファルコン様でごわす。あれ、デアファルコン様、なんか前と違う、透けてない。そう、俺思ったわ。実体化しているのだ。本当？あ、やっぱ実体化ありますよね。復活したんですか？それがな、偽物のドラゴンハートを試しにはめ込んでみたら意外としっくりきてな、実体化もできてしまったのだ。プラセボ効果ってやつか。そんなバカな。なんと偽物のドラゴンハートで、案外アバウトなのね。しかし気持ちの問題なんだね、きっと。ただ本物のドラゴンハートでない分、できることが限られている。実体化、ドラゴンワープ、空中浮遊しかできない。もうそれだけできれば十分だって。ドラゴンワープさえできればそれでいいです。ドラゴンワープさえあればパパッと移動できるもんね。ビネガーを倒して世界の危機もなくなったし、ハッピーエンドだよね。ハッピーエンドでごわす。いやー、なんか幸せに浸っちゃってるけどさ。ねえねえ、じゃあちょっと俺たちメローラ姫に会ってくるよ。あ、ちなみにメローラ姫仲間になるらしいっすよ。おお、チャップ。あ、言おうと思ってたのに言えない感じになっちゃったね。世界の危機か。第11章、第11章でメローラ姫が仲間になってくれて、メローラ姫めっちゃ使えるらしいよ。そうそう、どうなってるんですか王様。どこにも武器が売ってないんだけど。ビネガー缶はどこに行っちまったんだ。お、落ち着いてください。なんでこの人たち怒ってんの。なんかやばい雰囲気、カンカンじゃん、ね、クルトン兵士長、一体何があったの。いや、それが商売を牛耳っていたビネガーカンがいなくなって、世界は今ビネーマンショックに陥っているんだ。リーマンショックみたいな。ビネーマンショック、ビネガーエンタープライズが突然営業休止したことで流通がダウンして世界の経済が大混乱してるんだ。つまりお店に商品が並ばなくなったってことですよ。大不況ってことだね。ピノキオ、カルボナーラさん、それって大変じゃない。おいおい、大変ってもんじゃねえ。うちももうダメかもな。どうしてこんな世界になっちまったかな。はあ、いや、それはね、ちょっと目の前にいる人たちが、あれ、なんか俺たちもしかして間違ったことをしたんじゃ。心配は無用じゃ。王様、王様は各エリアの王と会議を重ね、ビネガーエンタープライズがなくともスムーズに経済が回る政策、新世界経済ルール、よくわかんないけどすごそう。そうじゃろ。しかも提案したのはわしではなく。ねえ。ねえ、パパ、早くみんなを安心させてあげて。そうじゃな。まもなく全世界に新世界経済ルールが発表される。経済も人々も徐々に元に戻るじゃろう。さすが、お目が高い。そりゃあ助かった。お前たちは自由に好きなこと思う存分やるがいい。それじゃあ俺たちも解散。お、正午、ててて、正午ゲット。初めての正午なんですけど。ちょうどいいところに来た。頼みたいことがある。あれ、正午じゃないの。ケルベロスという伝説の怪物がアボガドー湿原に現れたのじゃ。目撃情報によると、ケルベロスは3つの顔を持ち、
両手に剣を持った怪物で、本当に怪物だね。失言で弟子を従えて道行く人を襲っているらしい、なんてやつなんだ。迷惑極まりないので倒してきてくれんかね。迷惑極まりないってなんかね、ちょっとストーカーが出たみたいなノリで言うけど、あら、これちょっと違うな。なんじゃと、投げキスすれば受けてくれるか。いや無理じゃな。ちょっと待って、称号はどうやって受け取んの。はい、あ、そうだ、これちょっとやってなかったな。ですから、ちょっと待った、久しぶりだな。こいつ結局何もやってないよね。するな。お前たち、クリアしたからって満足してんじゃねえだろうな。お前たちはこの旅で十分強くなったみたいだが、まあ多分ね、シンデレラ隊長よりもずっと強くなってると思うよ。世の中にはもっと強大なボスやモンスターが存在する。よし、そこでお前たちにも強くなる方法を教えてやる。なんとこれからはクエストをクリアしていくと T ランクがガンガン上がるんだ。バンバン、ガンガン、ジンジン。やった、そうだ、ガンガン上がる。 T ランクが上がれば受けられるクエストも増える。これからもしっかり特訓を続けろよ。ってことは、ドラゴン GPS に反応はなしか。どうしたの？スカードンの復活を心配しているのか？あの後、私はビネガーパレスの地下室へ向かいました。しかしそこには、魔王竜スカードンの姿がなかったんです。運んだって運べんのかな。その可能性もないとは言えん。しかし一体誰が。実は私もスカードの力を感じていてな。しかもその力はどんどん大きくなっていっている。ということはまさか、おそらくスカードンは復活しようとしている。世界はかつてスカードンに3度滅ぼされた歴史を持つ。結構滅ぼされてるね。次で4度目か。もしスカードンが復活したら、今度こそ世界は確実に終わる。私はこの世界を、世界の全ての人を守りたい。な、力を貸してくれないか。力貸すよ、当たり前じゃないか。本当か、ありがとう。よし、スカードンの力は遥か南西の島から感じる。遥か南西、なぜそんな場所に。その島にそびえ立つ城がデミグラスキャッスルだ。デミグラスソースね、何者かがスカードンの亡骸をその城へ運んだ。その可能性は高いだろう。だがまずは調査が必要だな。やった、これをクリアさえすればメローラ姫が仲間になる。そしてずっと使ってきたシルフィーをそろそろね、クビにしようかなと思います。これか、ボス、スーパーボス出てくる。しかもずいぶん離れていったね。あんな島あったっけ。暗黒魔城デミグラスキャッスル。ああ、ここに眠るボスをすべて倒し城の封印を解く。なるほどね。
なんかボスが大量に出てくるみたいな言い方だったけど、よし行こう。さあスーパーかなりやばいと思うよ。ふっおりゃ、ちょっと武器変えた方がいいかな。なんか最適な武器はないでしょうか。うわうわゲロ入った、避けて、必殺技入る、あダメだ使えなかった。コウモリ吹っ飛ばさなきゃいけないんだよね。どこだどこだ、よし来た、ボコレボコレボコレ、よいしょ、いやーしまった、今アイテム使ってたのに回復ちょっと待って、アイテム使ってんだって。デスカッターやばやば、回復ちょピーターパンパンやられたのか、許してほしい、そこは痛い、あっちょっといいとこだったのに。これでファイナルです、やばいファイナル来るよ、回復、よっしゃ危なかった。いやしかし結構削ったつもりだったんだけど、はいはいはい、あーコウモリ鬱陶しい、コウモリ暗い、おりゃー、コウモリどこだ、本物、本物どこにもいない、あーくそ、あーあダウン奪えなかった、デスカッターやばい、シルフィーやられた、ちょっとやめて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 、シルフィーシルフィー、うわ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 、あーシルフィーやられた、回復、うん、ちょっとアイテム使ってる時ちょっと無敵時間欲しいなこれ、ちゃカバーク、あーもうアイテム使えない、うわーこれちょっと負けるっそ、負けるっぽい、めっちゃ強えわ、ふっ、うわーこんなに強いか、くそーちょっとメローラ姫仲間になる前に やられちゃう、許せないです、おっしょーカムバック、ほい当たんねえし、あーこれちょっとさっきこれでダウン奪えなかったのが相当きついね、くらい必殺技、うおーマジかよ、これぶっちゃけ5度目。さあ今回はね、お供のスナックを白雪姫とあとシンデレラとね、いろいろ変えてきたんで、今度は勝てるはず、おらデスカッターがとにかくまずいんで、デスカッターはあれはね、ちょっとデスカッターちょっと来たらすぐに逃げないと、あやべえやられてる、たま多分あの絆レベルがそんなに上がってないから味方すぐやられちゃうかもしれない、
あ、でも確実に強くなってる。攻撃力とか半端ない。削んの早いな。私はコウモリにもなれるのです。よし、本物どれだ、落とせ。どれだ、よし来た、来たぜ。オッケー、だいぶダメージ入ったでしょう。で、デスカッター来ると思う。避けて。うわー、マジか、きつい。ちょっと待ってよ。うわ、余裕で勝てると思った、こいつには。いや、あのデスカッターでやばすぎでしょ。まずい、ちょっと死んでる。あー、ダメだ、オックスだけだ。あー、オックスもやられちゃう。うわー、ダメだ、もう。いい、一人でも勝てる。これでファイナルです。ファイナルです。許せないです。よっしゃ、避けて。一人でもめっちゃ攻撃力があるね。さあ、ちょっとまずいことになってるけど、動き続けていればこの雑魚の攻撃はね、多分当たんないと思うから。よし、あいつ本気モードに来た。ふったー、よいしょ、前囲まれた。あー、危ない。はい、逃げて。ヒールアイテム使う間もなかったな。だってデスカッターで一瞬でやられちゃったからね、あいつら。よいしょー。あ、ちょっとスナック使おうかな。ちょっと待てよ、ちょっと、うっ、まずいまずいまずい。今デスカッター来たよね。回復。あー、毒きついな。チッ、オッケー、回復。コウモリ来た。コウモリはもうしょうがない、落とせないな。ふっ、ダウン奪いたいけど。おりゃー、デスカッター来るかな、この後。うわ、デスカッター来たね。避けて。いやー、毒きつ。しかも結構体力持っていくね。おっと、回復。ちょっと毒食らうのやめよう。あともうちょいだ。ちょっと待って、スナック使おう。許せないです。ジニーズ、いやー、食らっちゃってるわ、もう。セクシー、お仕置きよ。あー、しまった。今あんま大してダメージ入んなかった。くそ、あのポイズンネイルってやつ食らうと毒食らうんだね。まずいまずい、やばい、ジニーズもう消えちゃう。うわ、あともう一発食らえ。うわ、クソ、あれとどめさせたかった。やばい、もうジニーズ消えちゃうよ。うわ、ジニーズあんま強くなかったかもしんない、もしかして。逃げて逃げて、足も遅いし。このシルフさん敵だよ、なんかずっと今まで味方として使ってたからね。なんか味方だった。うわ、戻った。デスカッター来る。多分これ当たったらやばいことになるから、避けて避けて。ダッス、ちょっと待てよ待てよ待てよ。
よし、オッケー、もらった。まだかうっ、守り神アップ。うわっ、今の決まんない。くっ、よし、いった。めっちゃ強い、こいつやっぱ。はあ、まさかシンデレラと平雪姫がいて負けると思わなかった、本当に。まだボスいるのかな、もしかして。ちょっとこれで一旦クリアということにしてほしいな。いやー、これはね、クリアするの2時間ぐらいかかっちゃったね。はい、めちゃくちゃ難しかったです。次回はこれだ、スーパーボスのバブリシスターズを倒す。いや、これはね、めちゃくちゃ難しいと思います。次回やっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。